東近光一プレゼンツ戦国ネットスキラジ、こんにちは、こんばんは。戦国ネットスキラジパーソナリティ歴史好きボーイレボナー声優東近光一です。こんにちは、こんばんは。夏野菜が美味しい季節になりましたね。キュウリを切ると織田信長を思い出します。合言葉はレッツエンジョイ。歴史好きガールレガミポンです。音響担当はコダマン。そして今回のカメラレガは幽霊画が怖い石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。幽霊画は怖いんだ。幽霊画怖かったです。江戸時代のやつを見て。幽霊は怖くないの？幽霊も怖いです。幽霊も怖い。幽霊画も怖い。怖い。じゃあ お化けダメなんじゃん。じゃあ怖い、見たがりの怖い。あ、見たそうなんだ。よろしくお願いします。織田信長を思い出すんだ。キュウリ、はい、織田もっこみたいにね、輪切りの部分が見えるから。あれでもなんかあのキュウリの断面っていう、うん、似てるけども、うん、キュウリの断面じゃないっていう話だよね、あれ。あれ何なんですか？ちょっと忘れちゃったな。なんかキュウリの断面って説もあるんだけど、うんうん、なんか違うものだっていう、なんかちょっと調べてきます、あと信長だと、うん、トウモロコシも信長を思い出すの、うん、なんか信長がトウモロコシの花が好きだったみたいな、うん、話を聞きました。いやいや、花が、花を見るんだ。あの咲いてる花です。そうかそうか、食べ物の話なんだけどね、うん、僕もちょっと食べ物の話したいんだけど、はい、最近ね、まあ、ミーポン知ってると思うけど、僕ね、納豆がね、あ、納豆ね、食べられるようになったどころかね、うん、ちょっと好きになっちゃったんだよね。もう好物って言ってもいいぐらいに なってるんじゃないかなと思うんだよね。だってもスキラジでも何度も納豆嫌いだっていう話、うん、何度もしてましたよね。そう、匂いがねそもそもダメだったんだけど、うんうん、まあ、最近なんか、まあ、食わず嫌いだったんだろうけど、食べてみると、ね、あれ結構いいなと。いや、食べてみたら意外に匂い気にならないでしょ。いや、匂いはね気にはなるけどね。でね、はい、納豆もそうなんだけど、日本人っていうか、まあ、外国人も含めて、はい、日本の食べ物の中には匂いに特徴があるものが結構あるらしくて、結構外国の方とか、まあ、日本人でも苦手な人が多いのが、うん、たくあんなんだって。たくあん漬けね。匂いする？匂い。なんかするでしょ。大阪だと何、あれはたくあんっていうの？たくあん。たくあん食べようかみたいな。たくあんとかね。たくあんっていう地方もあるらしいんだけど、その匂いがね、結構強烈だっていうので、どうです、たくあんの匂いは。いや、私漬物全般何でも好きなんで。僕ね、食べ物でダメになる理由が、うん、大概ね匂いなんですよ。なあ、僕カニも苦手なんだけど、はい、カニもね風味がダメなんだよね。そっかそっか、味じゃなくて独特かも。そう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 。じゃあでもキムチとか、うん、あ、だからね、そのオッケーな匂いとダメな匂いって納豆はダメに入ってたんだよね。で、たくあんは僕は別に全然なんとも、うん、気にしたことなかったんだけど、まあ、外国の人なんかだと初めて嗅いだ人は、うん、うってやっぱなるんだって。でね、面白い資料があってね、うん、もうこれ明治時代の話なんだけど、はい、明治時代にイザベラバードっていうね、うんうんうん、ちょっと最近本とかになったりしてるから知ってる人も多いと思うんだけど、イギリス人の女性の、まあ、なんていうのかな、旅行をする人っていうか、いろいろなところを回る人で、明治時代、明治維新のちょっと後ぐらいにやってきたんですよ、日本に。あ、日本を縦断かなんかした人かな。そう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 、明治11年にね日本を旅行したっていうので、その旅行した時の、記事っていうか、こんなんでした、うん、こんなんでしたっていうのをね、うん、本書いてんですよ、はい、日本お口機構っていう。でこのね、イザベラバードさんって結構思ったことをねズケズケ書く人なんだよね。こう読んでると面白いんだけど。何書いてんの？でいろんなところ行って、その、うん、まあ、例えばそのなんだろうな、お風呂を入る習慣だとか、あ、ご飯を食べる習慣だとか、いろんなものに関していいものはいいって言うのよ。でもダメなものは本当にもうボロクソに書いてるんだよ。でその中でたくあん漬けについても書いてるんですよ。
で、このイザベラバードさんはね、たくあん漬けが本当にダメだったみたいで、匂い、うん、なんかね、近くでね、誰かがたくあん食べてるとね、はい、もう耐えられないと。で、この匂いよりもひどい匂いはもうスカンクしかないと。って書いてる人なんだよね。はいはいはい、だから、イザベラさんみたいな、感性の人はもうたくあん漬けはもうスカンクのおならの匂いに匹敵すると。そんなに匂いするかっていうぐらいね、やっぱ匂いってね、結構苦手とか好き嫌いがあるみたいでね。僕もさ、その納豆がダメだったっていうのは、そのイザベラさんはスカンクに例えたでしょ、たくあん漬けの匂いを、はい、僕はだって納豆の匂いはもうずっと靴下の匂いだったから。もうね、誰かが納豆食べてるとね、誰か足臭いぞと思っちゃって、いつも思ってたの。いやー、そうっていうような感じでね、結構まあ食わず嫌いっていうことで最近は食べられるようになったんだけど、まあ歴史とかもね、いろいろほら苦手だとかいう人いるでしょ、はい、そういう食わず嫌いもあるということで ね食べてみると意外といけるんじゃないかっていうことでね、スキラジを聞いてね、いろいろとその食わず嫌いをね、克服してほしいなと。でスキラジもいろんなものをこう面白いんだよっていうのをね、こう伝えられるようにね、僕ら自身も探求していきたいなと思ってます。頑張りますね、頑張ろうね、はい、それでは皆さん、今回も、面白マニアックなスキラジトークに最後までお付き合いくださいませ。戦国ネットスキラジ第51回、皆の者いざ出陣じゃ。おー、トーチカ高一プレゼンス、戦国ネットスキラジ。改めましてレボ統治家光一です。改めましてレガミポンです。はいはい、前回ね、温泉、はい、名湯どこでした？草津温泉です。草津温泉ね、草津温泉についてね、結構いっぱい調べてきて、いろんな人がこう来てるっていうので、まあ、全部紹介できないだろうとは思ってたんだけど、全然紹介できなくて。半分行ったんですか？行ってない。半分も行ってないんじゃないかな。まあ、戦国時代とか室町時代の人だけに絞ったとしても、予定していた、人数の、まあ、半分行ってないね。まあ、行ったか、まあ、半分ぐらい。うんうんうん。うん、でね、収録終わった後ね、いろいろ他にもこんな人いたんだよ、こんな人いたんだよって話してたら、まあ、ミーポンがね、ちょっと、それも聞きたかったって。そうそう、興味津々だったということでね、はい、まあ、今回はですね、前回紹介しきれなかった人。はい。やった。だからちょっと有名度で言うと少し落ちていくんだけど、まあちょっと他にもこんな人たちも草津温泉を訪れて湯に浸かってたんだよっていう、まあ話をしてみようと思います。まあ、まずね、簡単にね、前回ちょっとあんまりこう言えなかったんだけど、草津温泉の戦国史おーっていうのをね、軽くねちょっと言いたいんだけど、草津温泉っていうのはもともと湯治場として有名になったのは室町時代になってからで、はい、うん、なんだけどお湯自体はもっと前から湧いてるわけですね。湧いてるんだよね。まあ、全国的に有名になったのが室町時代のもう中期とか終わりぐらい、もうまさに戦国時代だね、なってから、まあ、有名になったけども、まあ、知ってる人は知ってる人だったと。で、ほら、もともとさ、作物があんまり育たないから、そっか、お湯、そう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 、麓に住んでて、はい、出稼ぎにこう湯治客の相手をするために、夏場に草津に来て、うん、あ、普段は麓に住んでるんだよって言ってたじゃん。あ、いや、そうだそうだ。っていうことは、うん、草津を支配してる湯本さんっていうんだよね、うん、領主って。その湯本氏も、うん、まあ、麓に館があったと。はいはいはい、うんうん、ずっとだから湯畑あたりにいたわけじゃないわけよ。いたわけじゃなくて、そう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 。うん、で、まあ、作物がそもそもあんまり取れにくい山間地だから、うん、どうやってその生計を成り立てる、成り立つ、なんていうかな、こう稼いでたかっていうと、お湯に浸かりに来る人から銭取るんですよ。お宿を建てたりとか、そう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 。食事用意したり、湯煎っていうか湯銭っていうんだけど。そうそう、あい、一人いくら一人いくらっていう感じで取ってた収入が意外となんか
額が大きかったみたいで、作物はあんまり取れなくても、うんうん、そのお金でまあまあやっていけてたよっていう。まあでも衣食住見てあげるってことですもんね。いや結構ね、うん、自分たちで自給自足みたいだよ。だから むしろ水がいるんだったら水買ってとか、あ食べ物あるから買ってっていう感じ。おその都度そうだから お湯代ももちろんもらうけども、うん、食べ物もいるんだったらあるけど買うみたいな全部だから金かかってしょうがないってやつだね。自分で持っていかない限り。ちょっと悪どいですなだから本当に持ち込みしてもいいけども、うん、夏場しか湯治場やってないから持たないよって傷んじゃうよ食べ物が、ね、だからまあまあ麓から持ってくる。だただね、うん、麓から10キロぐらいの山道を持っていかなきゃダメだから、うん、富士山の上の方にあるあの売店で売ってる缶ジュースがむちゃむちゃ高いのと同じだよね。なるほど持っていき賃もあるから、それでまあまあお金取れてたよっていうのと、うん、あとはねやっぱ温泉地だから硫黄、うん、はいはい、ってあるじゃん、なんかあの卵が腐ったような匂いのするっていう あの黄色いしますね、うん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 、あれがねやっぱりね薬にもなるし、おあと鉄砲が伝わってくるとね火薬の原料にもなるから硫黄っていうのをね売るとね結構お金になってたよって。そうなんだ。そう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 、あのもう僕は年齢いっちゃったからあんまりそういうのやらないけど、ニキビが結構できてた頃、はいはい、クレアラシルってあったじゃん商品名まあ今もある今もあるかなと思います。あれほら硫黄じゃん、あ成分硫黄が入ってるよね。だからああいう風に薬ちょっと独特の匂いしますもんね。そうそうそう、薬にもなってたよっていうね。だから、まあ、当時から硫黄っていうのは売れてたんだよね。へえ。あの永禄7年1564年にその領主のですね湯本善太夫っていう人がですね、はい、武田信玄に硫黄を5箱献上しましたよっていう記録があったりね。慶長11年には、うん、今度当主は湯本三郎右衛門さんっていうんだけど、うん、その人が館林の領主である榊原康政っていう武将に、まあ、徳川四天王だよね、硫黄、うん、を15貫目送ったとかっていうね、まあ、送ったっていうのは、まあ、売ったってことなんだろうけど、うん、湯畑とかで、はいはい、あの湯の花、湯の花あるね、湯の花、うんうん、売ってますよね、うん、あれと硫黄は違うんですか。違う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 、あれはねもう本当にあの湯畑って歴史浅いのよ意外と、うんうん、だから戦国時代とかあんなないんだよ。あ、うん、本当にあの何こう煙がフォーってこう湧き出てる、うんうんうん、あの近くにね白根山っていう山があるから、火山が、あのお釜が見られるところですよね。あ、そう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 、うん、まあまあそうそう、ね、火口、火口湖ね、まあ間違ってないよお釜が見られる、いや草津お釜見られるかもしれないけどね一応ね、まあ、あの山のね、そう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 、ね、あの行く途中すごい卵の腐った匂いとかするでしょ、うんうん、するする、うん、あの辺りってほら黄色くなってんじゃん、あ噴煙が、ね、あの煙が出てる辺りってちょっと地面がさ、うんうん、あれをだからかき集めて、うん、でもあれ、うん、私が行った時は行けたんですけど、うん、その山のそばまで、うんうん、でもなんかその後ニュースでガスがひどいから立ち入り禁止みたいになってたんですよ ね、まあ、ね、ということは戦国時代もねガスでこう体が毒じゃないですか。あ、まあまあだからあのカナリアじゃないけども、うん、鳥かなんか持ってくんじゃないの。そうかそうか、ネズミとか鳥とか、 あとほらあの当時ってさ、うん、鉱山とか掘ってる人がいるから、あ酸素とかガスとかそういうのには敏感なんじゃない。あ、うん、僕ら以上に知恵があるんだよやっぱ。なるほど。でその湯本さんっていう豪族、もともと豪族だったんだけど、うん、承久の乱っていう鎌倉時代にほら鎌倉幕府と天皇が戦ったでしょ、承久の乱 ね、後鳥羽上皇とね、うん、その時以降湯本さんが草津あたりを領有してるっていうね、うん、源頼朝に仕えてて、うんうん、草津地方を賜ってその地頭になったっていう、その時に湯本っていう名字ももらったんだって。だから戦国時代はもう、うん、あの武田信玄に主に仕えてたと。あ、そうですね、だから草津温泉は武田領だから、
で武田領の中でもあの辺り一帯っていうのは真田が支配してんだよね、はい、沼田に近いでしょ草津って。だから真田正幸が戦国時代は主に草津温泉を抑えてたっていうねってことなのよ。そっか、うん、だから真田正幸の配下として湯本さんがいたっていう。でやっぱり武田家に仕えるってことは当然合戦にも出なきゃダメなのよ。まあ それはお湯の番だけしてるわけじゃないから、うんうんうん、領主だから、うん、で天正3年に長篠の合戦ってあったでしょ。そう長篠の合戦って真田も出陣してんじゃん、はい、内陣してんじゃん、真田信綱とか正輝とか、うん、その配下に湯本善太夫さんいたから、長篠の合戦で湯本善太夫さん内陣にしてんだよね。あそうなんだ。そう、真田軍の一軍としていたから、はい、うん、で甥の三郎右衛門さんが後を継いだと。でなんかずっと真田武田が滅びた後も真田家の家臣としてずっといたみたいだね。おで主に沼田の真田家に仕えてた。だからの真田信幸の方に仕えてたよって。上田の方じゃなくて沼田の方に仕えてて家老になってたって。へお金を稼ぐからさ、はい、やっぱ身分も上がるんだよ。上納金が大きいからやっぱりね、ちょっとヤクザな世界かもしれないけども、はい、上がるお金が大きいからそこの店の店長はやっぱ身分も上がるよね、自動的に ね、まあ、うん、草津のその草津っていうお店だとすれば、そこの身入りが大きいから、それはもういい待遇してもらってたっていうね。で江戸時代になって、はい、その真田の殿様真田信澄さんっていう殿様の時代に突然改易されたんだよね湯本さんって。湯本さん、うん、直接真田家が支配したかったみたい。あその間湯本さんを通して金を上納させんじゃなくてもう直接俺が店やるわっていうことで、うん、その当主である湯本さんを改易して真田が直轄支配したんだって。なんかひどい話だけどね。で大坂の陣が終わってで真田家自体も改易にあったんですよ、はい、沼田藩の真田氏って改易になって、うん、その後はもう幕府が直接やるわって江戸幕府が直接温泉見るわっていうことで相当お金になったんですね。燃料になったっていうね、幕府の直轄地になってっていうね、みんなだから美味しいんだよこの草津温泉っていうのはお金になるから、うんうん、だからできれば自分で収めたいんだけど、うん、湯本さんがだからずっと邪魔だったんだろうね。っていう歴史です。だから主に領主としては湯本さんがずっと抑えてたんだけど、はい、さらにその上に上役がいたってことだよね。そかそか武田だったり真田だったりそうっていうのがいましたよって。へだからそれだけお金になるってことは、うん、前回も言ったみたいにいろんな奥家さんとか遠くから草津温泉つかりに来てるから、うんうん、まあ多分その人たちもお金結構取れたんでしょう。あれですかね、うん、銭持ってないやつは来るなみたいなお金がない人が来ても入れてくれますか。お湯には入れたとしても食べるものなかったりあそっか、あ買えないぐらいの値段かもしれないですよね。まあどうなんだろうね。そもそもほら村があるわけじゃないから、うんうんうん、冬だって何にもないとこだからね、うん、小屋みたいなのを自分たちで用意しなきゃいけないって。それを自分たちで用意する代わりにいくらでいくらでうちが建てましょうかっていうことでしょ、うん、でご飯もこっちで用意しますよっていう、うんうん、今バーベキューとかでさ手ぶらでバーベキューできるじゃん。あ全部用意してくれていいですよね、まあ、あれだよね要はね。もう焼いたらもうそのまま手ぶらで行って片付けせずに帰れるっていう、お金さえ払えば、うん、住むものとか住む場所とか食べ物は全部もう湯本さんが用意してくれる。その代わりお金ちょうだいっていうボロ儲けなんじゃない。だからね、いくら取ってたんでしょうねそれわかんないけど、ね、結構いい値段だったんじゃないそう、それで、まあ、前回紹介した中に大谷義次がいたよとか、うん、豊臣秀次もいたよとか前田利家がすごい行列できたよって話してたんだよな。そうそうそう有名っていうかまあ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 そう秀吉も計画立てたんだけど、うん、あそう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 行きたかったんだよ、行くとこまで行けなかったんでそうっていう話をして、うんまあ、他にどういう人がいるのっていう話なんですよ、うんうん、結構なんか他お坊さんとか結構多いって、うん、そうだね、ましたよね。お坊さん行く
お坊さん、あ、お坊さん以外もいます。お坊さん、奥下さん、まあ一応武将もいるけど、うんうんうん、その大谷義次たちの時代よりももっと前の時代になるから、知ってるかどうかが分かんない、ね。じゃあお任せします。お任せ。じゃあまずちょっと安全牌からいこうか。はい。レンニョ。あ、レンニョ。レンニョさんは有名でしょ。浄土真宗のね、レンニョ上人。いや、結構はるばるですね。そうだね。でもレンニョさんって何度も関東に布教に来てんのよ。うん、あ、へえ。でその布教の途中に温泉も立ち寄ってるっていう形だよね。うん、文明4年だからもう応仁の乱の真っ最中だね。文明4年の5月29日の記録にそのレンニョさんが、うん、草津に立ち寄って湯治しましたっていう記録が残ってんだよね。なんかレンニョさんって、うん、全部で3回関東に来てるらしくて、そのうちの2回目に草津に寄ったっていう。そうなんですね。なんか信濃の国に、うん、今の長野市に西権寺っていうお寺があるんだけど、そこのお坊さんもね、はい、一緒にお供したんだって。あ、西権寺さんにまず最初にレンニョさんが寄った時に、今から草津に行くって言ったら、あ、お供しますって言って、その西権寺のお坊さんも一緒に草津についてきて一緒に湯治して、でその間いろいろこう世話したんでしょ、うんうんうん、だからなんかレンニョさんから小袖もらったり湯治の最中に、うん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 、あとなんか南無阿弥陀仏って書いたありがたい掛け軸をいただいたりって。あ浄土真宗ってね、仏画じゃなくてね、文字なのよね。そうだから蓮如さんにそういう名号を書いてもらって、うんうん、それをもらって寺に帰ってっていうね、そういうので蓮如さんと一緒に行きましたっていう記録が残ってんだって、うんうんうん、それ、うん、あれ当時ってお坊さんとかだったら結構国境とか自由に動けるんでしたっけ。そうそう、宗教の人は結構その辺関所とかってね、うん、そっかそっか、フリーパスなんだよね。あ、じゃあお坊さんが多くなる理由もなんかある気がしますね。あとね、うんうん、蓮如さん以外にも行衛さんっていうね、関東の戦国史に詳しい人はね、行衛さんって結構知ってると思うんだけどね、うん、富士の坊法院という別名がある人ね、仁和寺、お仁和寺のお坊さんでもあるんだよね。うんうんうん、はい、でその歌を読む人でもあるんですよ。 お坊さんで歌読み葬儀みたいな感じだよ ね葬儀総長みたいな感じなんだけどその人も越後から関東を巡ったんですよ、うん、でその時の記録が残ってて北国紀行っていう本を残してるんですよ。その中に文明18年、はい、文明18年に上州、まあ、なんか群馬県だよね、群馬県の当時の殿様だった上杉貞政さんのところに滞在してる時に歌会をしましたと。おでその歌会の後こういうふうに書いてんですね。これより三次を伝えて草津の温泉に二七日ばかり入りて言葉も続かぬ愚策などし鎮守の明神に立て祭りし、また山中を経て伊香保の出湯に移りぬって書いてんですよ。イカホも行ってんだ。イカホも行ってんです。やっぱ草津行ったら次イカホなんだよな。山寺っていうのはもう崖の、うん、崖道っていうかものすごいなんか険しい道って意味だよね。そこだから白井っていうところで歌会やってたんだけど、はい、その白井から草津まではものすごい大変な道筋だったと。でそこを通って二七日っていうのは14日ぐらい。2×7 なんですよ。あ、そういうことですね。14日かな、うんうん、2週間だよね。2週間かけて草津に入ったと。だから途中いろんなところで寄りながらね、うんうんうん、何泊もしながら14日間で草津に着いたよって。で草津で、まあ言葉も続かぬ愚策だから、まあ歌読んだんでしょう。謙遜してんですよ、はい、愚策って、うんうんうん、で、神社にも参って、でその後また山道通って伊香保に行ったって。行衛さんもいたよっていうのが分かるんだよね、実際ね。結構楽しそうですね。なんか満喫してそうですね、うん、いろんなとこ巡ってね。こういう歌読みさんってね、うん、京都の歌読みさんってどこでももてはやされるのよ。お、だから教養があるから、教養があって歌会やってほしいのよね。あ、で関東の、あの、うん、イノシシ武者たちはね、その都の教養ある人と歌会したいのよ。あ、
だからその自分たちだけで疑いするんじゃなくて、はい、ちょっと大物来ないかなっていう、有名人来ないかなって。あ、いいな、接待してくれるじゃないですか。そうだからいろんなところを寄りながら、ただ飯食いながら旅してるんですよ。いい旅だな。で草津も行きましたよっていうね。そう、だから自分たちだけで下手くそなカラオケ大会するよりは、うん、ちょっと芸能人呼ぼうぜみたいな。あ、芸能人と一緒にあのカラオケ大会できたらちょっとすごいでしょ。すごい。その芸能人にはちょっとここのお題出しますよってなるじゃん、うん、そんな感じ、うんうん、行家さんもね、ただ飯食いながら草津行ったよってね。あ、ただ飯でいいのかな、そこまで書いてないんだけどね。多分ただ飯だと思う。あとね、戦国武将も絡むお坊さんがいて、はい、上杉謙信のじいちゃん、上杉謙信のおじいさんって長尾義景さんっていう越後の守護代なんですよ、はい、その人と箕輪城、群馬県の箕輪の領主だった長野成久っていう人が二人で当時やってたんですよ。この当時この二人合戦中なんだけど、この二人が味方同士で、関東管領と戦ってんだけど、はい、この二人は味方だから二人で当時に行ったと。お、まあ当時って言ってもなんか作戦会議とかあるんじゃない？密談だよ、密談。そう。で、こう当時してる最中にですね、ドンエイさんっていうね、有名な、そのあたりではもう群馬県ではむちゃむちゃ当時有名だったお坊さんもたまたま当時してたんですよ。同じ草津で、居合わせた。そう。その時にの面白い話があってね、はい、3人が、まあ、たまたま同じ場所にいたんだけど、別に一緒に行ったわけじゃないから、武将2人は武将2人で当時やってて、お坊さんはまたお坊さんで当時してたのよ、はい、ところがその時たまたまその湯本さん、領主だよね、はい、領主の跡取りが病気で亡くなったんだって。あ、でその息子を亡くした親が嘆き悲しんでたんだけど、その名高いドンエイっていうお坊さんがね、今草津にいると、はいはいはい、これは息子は亡くなったけども、そんな偉いお坊さんがいるんだったら供養してもらおうとっていうんで頼みに行ったの。ドンエイさんに、息子が魂が極楽行けるようにお願いします、お経を読んでくださいみたいな感じで。いや、それは頼みたいですね。そうするとドンエイさんは、いいよって、うん、お、優しい、いいよって言って、どこ墓はって言って、その墓に行って、おもむろに松明をね、その墓にね、投げ込んだんだって。何衆？曹洞宗のお坊さんなんだけど。そうするとね、投げ込んだ途端にね、はい、もう空が急に真っ黒になってね、もう雷がゴローになってね、もうビカビカ光ったと。で同時にもう草津だから、至る所のお湯がね、ザバーンって10メートルぐらい吹き上がったんだって。でお坊さん、そのドンエイさんがね、その後にこう瞑想した、はい、瞑想したと、そのビカビカしてる中、うん、そうするとあら不思議、ピタッと雷鳴も止んで、お湯も今までドバーンとこう噴水みたいに出てたのが、うん、ピタッと止まった。ピタッと止まった。止まったのはいいんだけど、出なくなっちゃった。ありゃ、お湯が。そうするとね、いけないいけない、同じ時期に投じした謙信のじいちゃんと長野さん、お湯出ないんだよ。お湯が出ねえぞと。あれ、枯れお湯が枯れちゃったよって。でしょうがないから、もうお湯出ないんじゃしょうがないでしょ、うん、もう帰ろうかって言って、あれ何箇所かあるんじゃないん、全部が枯れちゃった、全部が、全部の入れ湯が一瞬ボーンと吹き出たんだけど、瞑想、お坊さんが瞑想した後ピタッと止まっちゃったの。だから草津中のお湯が止まっちゃったんだよな。何人の力で、あ、しょうがないと、もうしょうがない、しょうがないんだ、お湯が出ないんじゃ、だって当時してる意味ないじゃん、はい、ここいたってしょうがねえじゃん、お湯が出ない温泉なんて言ってもしょうがないっていうことで帰ろうとしてたら、ドンエイさんのお使いがね、やってきたんだって、うん、お、二人のところにでね、まあ、湯治場のね、こう湯治場じゃん、温泉地じゃん、温泉地のお湯を枯らすなんて、お前なんて無意味なことやってんだ、バカじゃねえのって思うかもしんないけども、うんうん、これは考えがあってお湯を止めてるから心配せんでいいよと、3日待ってくれと、3日経ったらお湯が元通りに湧き出てくるから3日待ってくれっていう風にお使いが来たんだって、ドンエイさんの。
うわ気になるわ。そうすると長謙信のじいちゃんの吉影さんと成久さんは、はい、まあ、まあ有名な坊さんだし、うんうん、まあ、名前聞いたこともある坊さんだから、まあ怪訝な感じだったんだけど、まあそこまで言うんだったら3日だったら待ってみようかと、おっていうので待ったら、あら不思議、3日後にお湯が元通り湧き出てきたと。でそれ見てね、うん、この2人の武将はね、すげえどんえって思うわけよ。すげえ霊言新たかだっていうのを見て、うんうん、あのそれまで別の宗教宗派だったんだけど、この長尾義景さんと長野成久さんはこのどんえさんに帰依して曹洞宗に改宗しましたよ。でその後2人それぞれ越後の国と、はい、箕輪城の城主でしょ、うん、だからそれぞれ国元に戻った後、自分の領地にこのどんえさんを呼んでお寺を開いて、2人それぞれかね、はいはいはい、それぐらいだからどんえさんに帰依しましたよっていうね。長尾義景さんは越後の国で臨泉寺作ったと。臨泉寺って有名でしょ、うん、謙信が勉強したとこですよ、はいはい、春日山城の麓で。で臨泉寺の初代がだからこのどんえさんなんですよ。あ、どんえさん。で6代目の住職さんが天室光育っていう人で謙信の師匠だよね。で長野さんの方は高崎市で長念寺っていう、これまたまあ有名なお寺をねの解散にしましたよっていうね。それあれじゃないんですか、もうお風呂の元栓なんか閉めたんじゃないですか。なんか温泉なのに元栓どこにあるんだよ。その時点でもうおかしいだろその温泉、そのお湯ダメだよ。っていうようなね、まあ、どんえさんっていうどんえ絵王っていうね、あのお坊さんにまつわる、まあ、戦国武将との話。へ、うん、3日間何だったんでしょうね。3日間はね、あの世にこうずっと送ってたんでしょ。おー、うん、で3日経ったら終わったから元通りお湯が出てきたよっていうね、うん、っていうことなんじゃないの、すごい人。知らないけど。っていう話とかが実はあるんですよ。へー、うーん、面白いですね、すごい話。他にも聞きたい、はいはい。あとね、横瀬成重さん、横瀬成重さんっていう戦国武将がいいんですよ、うん、あの群馬県の新田金山っていうあたりに、うんうんうん、あのそういう武将が太田市だね今の、はい、にいるんだけど、その横瀬成重さんっていう人の軍師みたいな坊さんがいて、軍師みたいな坊さんがいるの、松陰さんっていうね、松陰聖堂っていうね軍師みたいな坊さんがいるんですよ。でその人っていろんなその自分が軍師やってた時の事柄をね記録に残してるから、その人の記録見たらその当時のことってわかんのよ。でその松陰死後っていう本なんだけど、その松陰死後の明応4年の記事の中に、あの明応4年に横瀬成重さんが家臣300人を引き連れて、あの草津温泉に湯治に行ったんだって。300人、うん、はい、もう大半の家臣連れて行ったんだよ、だから城ガラガラだよね、うんうん、やばいやばい。で案の定その隙をついてね、あの出発した4日後にね、はい、あの敵の岩松昭泉っていう人にね攻撃されたと。あでその時守ってたのは、城を守ってたのは弟が守ってたんだけど、はい、うん、ものすごい数少ないじゃん、うん、で敵は大軍で来てるわけよ。でもなんとか耐え抜いて城を守り通したと、うん、だからもう300人も連れて殿様行っちゃったから、うんうんうん、あの軍師であるその松陰さんはバカじゃないのと。大油断の自分なりっていう風に書かれてんだよね。あ、じゃあ、うん、お城残ってたんですかね。まあ、まあこの人はお寺にいるからね、そかそか、お坊さんだからね、うん、長楽寺ってお寺にいるからあれなんだけど、もう大油断だと。もう油断じゃない、大油断、もう大油断だよってこんな時にっていう風にズバーンと書いてんだよね。いやなんか、うん、なんですかね、今川義元に対する切磋とかって、はいはいはい、なんか教育してるのかなって、うんうん、そういうイメージあるんですけど、うんうん、この方はその人に対して、うんうん、あでも教育いろいろ、はい、若い時は、はい、いろいろ、岩松氏が、あ、横瀬さんが活躍できるようにいろいろアドバイスしてるわけ、うんうん、でも自分がちょっと寺に引っ込んでる、うんうん、まあ、引退、隠居してるっていうか、うん、で時に休んでる時に、はい、まあ、城をがら空きにして羽伸ばしちゃった、草津に行っちゃったと。
でも300人引き連れて草津ってすごいよね。いやすごいですよね。うん、それすごいお金取られるよ。そうだよね。そうだよね。でこの事件は実際にその送りの錯乱っていう大事件なんですよ。金山城が落ちるかもしれないっていうね、大事件で守った弟めちゃくちゃ弟すごいよね。すごいですよ。うん、まあ、殿様結構 ねボロクソに書かれてるよって、うん、その原因が草津に行っちゃったからだっていうね。はいはい。おっとね、はい、関白の、うん、元関白の近衛咲久さん。お、あ、近衛さん知ってる？咲久さん、この近衛流山っていう号を持った人なんだけど、はい、最近アニメとかでも近衛咲久はよく出るようになったね。あ、そうですか。うんうんうん、なんか見てるとなんか奥江さん出てきて、近衛咲久、あの上杉謙信とよくべったり一緒に、うんうん、あの関東をうろうろしてた身分の高い人なんだけど、はいはい、その方も草津に行ってんですね。お、天正15年に、草津に行ってて、旭姫が当時に行ったのが4月だから、うん、ほぼ同じ時期に、うんうん、近衛さんも行ってて、で歌読んでんですよ。お、さすがやっぱね。さすが近衛。お湯つかる以外やることないからね。そう、それで、草津に関する、まあ、10首有名な歌を読んでて、それ今も残ってんだって。何の歌を歌うんでしょうかね。お湯の、お湯のやつ、まあ、使ってる時の歌とか、草津の歌だよね。あ、草津の歌ですか。10首残してるうちの5首は草津についての和歌なんだって。はい、うん、あ、どんな歌か、え、どんな、あ、教えてくれないですか。いや、5つあるからね。まあまあ、名も知らぬ草木あまたに茂りありて深き山地や分け迷うらんって、まあ、すごい山奥の話を歌ったんだろうね。うん、あとなんだろうな、そうだな、僕らがこの歌読んでもねピンとこないんだけどね。あ、でもあれですね、うん、なんか草津結構ほら山の方行くと、うん、緑ないですよね。あんまり、まあ、ね、硫黄がやっぱり出てるから、ね、うん、でもあったんですね今の感じだと。まあ遠く見ると草津に行くまでの途中はうっそうとしてるからね。お湯に浸かってると遠くは見えるじゃん、うんうんうん、それがもううっそうとしてるってことなんじゃないの。結ぶ手のこの谷影のいでゆこそ無べも追いせぬ薬なりけりっていう歌もあってね。これ当時からこのお湯に浸かると不老長寿になるっていう風に言われてたんじゃないかっていう歌なのよ。うん、だから薬湯だよって、で老化しないよっていう歌だよね。あ、うん、なんか和歌って結構恋の歌を読んでるじゃないですか、はいはい、うん、当時言ってて色恋沙汰はないんですかね。まあ、あるだろうけどそれを記録に残すかどうかだよな。あ、そうか、奥さんとか言ってたのやばい。そうそれをなんかすごい大事件みたいになって、それが元でなんかこう歴史が動くようなことがあれば、うんうん、原因はこうだよ、浮気だよとかあるかもしれないけど、うんうん、つまんないこと書かないよね。あ、そっかそっか。でもね、まあつまんないことというか日記を書いてる人って結構奥下さんにいるでしょ、うん、はい、で草津に来て日記を書く人ってあんまりいないんだけど、近衛さんが京都を出発して草津に浸かってるよね、はい、その間あの京都にその吉田兼美さんっていう、まあ、よく出てくる吉田兼美さん、兼美狂気、そう、兼美狂気っていうのは日記なのよ、はい、で近衛さんと交流があるから、うん、その近衛さんが草津に出発するまでのいきさつ書いてんだよね。あ、おー、なんだ、天正15年の3月11日から草津出発の記録がこう続くんだけど、3月11日に近衛さんが吉田兼美さんの家を訪問してきましたと、はいはいはい、で草津に自分行くから、あの留守中女房たち、女性たちだよね、うん、の世話してほしいと、うんうん、で住むところ斡旋してくんねって吉田さんに来たの。要は神社の中の宿舎に泊めてやってくれって、うん、でお願いに来たんだって。自分行っちゃうから、だから連れて行かないんだね。そうですね、みんな連れて行かないんだよ、うん、吉田神社に吉田神社の、まあ、どっかそういう宿坊ないかって、うんうんうん、宿お願いって、
で、3月の23日に、25日だからあさってだよね、あさって草津に出発しますって言いに来たんだって。うん、うん、で、あ、そうなん、そういう話を聞いたから、金見さんはあのお付きの人と2人で近衛さんの屋敷に行って、まあこれから出発するということで餞別を渡したんだよね。扇子10本とか墨絵とかを送って、うんうん、でお付きの人も、なんていうのかな、紙を送ったと、うんうん、気をつけて行ってらっしゃいませみたいな感じで、で帰ってきましたと。ところがですね、26日になってですね、延期しましたと。お、はい、うん、で28日に行くことにしましたっていう延期の知らせが来たと、うんうん、あ、そっか、ね、うん、女房たちも預けなきゃいけないし、で28日になったらまた延期の連絡来たと。おろろろろ、また再延期しますっていうんで、うん、であんまり延期延期って言ってるから、金見さんが本当かと、うん、返せと、いやガセなんじゃねえのっていうんで直接確かめに行ったんだと。おう、うん、あ、直接じゃない、使いのものをやって確かめたって、本当ですかって、はい、だから本当だと、うんうん、っていうんで、ああ延期なんだなっていう。ところが29日の夜になって、明日出発しますっていうふうに近衛さんが急遽、うん、言ったんだって。っていうんで、30日に近衛さん草津に出発しましたと。あ、行ったんですね、うん、午前中にね、うんうん、で午後になってその言われてた女房さんたちは寺に預かりましたよと。吉田親流院っていうところに、ちょっと止めたと。でその時に近衛さんから、世話になるね女房たちがって言うんで、うんうん、なんかなんていうの、書とか鷹とかいろいろ菓子折りとか一つ持ってきたんだって。お、菓子折り一つって書いてか一つそう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 、うんうん、いやすごい一つかもしれないからでそれから、戻ってきたのが8月の2日、8月の2日に近衛さん帰ってきたよっていう風に来た、挨拶来たんだって。だからずいぶんいたんだよね。5ヶ月ぐらい、結構ですよね。3、まあ、行き帰りに1月ぐらいかかったとして、実際に草津にいたのってまあまあそうだな、 2,3 ヶ月はいたのかな、うーん、っていうことが事細かに書いてあるから、あ、近衛さん本当に行ったんだなと。本当はね、和歌とかって残ってんだけど、近衛さんが本当に書いたのとか、近衛さん本当は草津来てないんじゃないのってずっと言われてたのよ。あ、行くって言ってたけど、そう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 。ところが金見さんの日記を見て、うんうん、あ、本当行ったんだって、行ったんだと、うん、っていうのが証明されたっていうね。うん、だから資料っていうのは2つ以上揃うと信憑性って急に上がるんだよね、うんうんうん、1個だけだとねガセかもしれないのよ、うん、延期の理由何回も延期してんだよね。 あれかな、うん、なんか旅に出る吉日の日とか占ったりとか、うん、それだったらでも吉田さんに占ってもらった方がいいんじゃないの。あ、そっか、新幹線新幹なんだからね。お、なるほど、そうそうそう、うんうん、まあまあね、こんな感じでね、まあ、これでもまだ全部は言えてないんだけど、はい、まあまあ僕は満足、これぐらい言えれば大丈夫かな、うん、面白いエピソードいっぱいありましたねと名前はねあんまり知られてないんだけど、うん、エピソードが面白いでしょ、うん、うん、なんかそういう感じの人もね掘り出せばねいろいろいるんだよね。無名なんだけど話面白いなって人も他にもいるから、まあ興味がある人はね草津温泉の歴史っていうのを調べてみるとね、うん、いろいろ発見できるかもしれない。はい、ということでね、まあ今回はね前回に続きまして、草津温泉まあその2みたいな感じで、名湯草津にね、使った人々の続編を、スキラジトークしてみました。東地下高一プレゼンス全国ネットスキラジミーポンの東京戦国百景。このコーナーは私ミーポンがレガ友と一緒に東京都内にある戦国ゆかりのスポットを訪ねて好き勝手にレガトークしていきます。相方はカメラレガでおなじみのゆこりんです。よろしくお願いします。今回は台東区上野恩賜公園内にあるメガネの火を訪れました。年間1000万人以上の人が訪れる上野恩賜公園。自然豊かなこの公園は上野の山とも呼ばれ、江戸時代から桜の名所としてにぎわっていました。南側にある
広大な忍ばずの池と中ほどに浮かぶ弁天島は上野公園の見どころの一つです。江戸時代、この場所は徳川将軍家の菩提寺、寛永寺の境内地として多くの伽藍が立ち並んでいました。寛永寺を開いたのは徳川家康の側近として国営の宰相と呼ばれた天台宗の僧南光坊天海です。明治になって境内地は公園として開放されましたが、現在でも園内の至る所にお寺だった当時の痕跡を見つけることができます。忍ばずの池と弁天島もその一つです。昭和43年、弁天島の一角に東京のメガネ組合によってメガネの碑が建てられました。メガネは宣教師フランシスコ・ザビエルによって日本に伝えられたと言われています。今回の東京戦国百景はこのメガネの碑を中心に上野恩賜公園にあるゆかりのスポットを見てきました。来ました。来ましたね。あのさ、この日さ、平日にかかわらず、平日にもかかわらず、上野駅の改札前すっごい人だったよね。そう、待ち合わせ ね、みんな知ってたのかな、うん、どこに行くのかね、みんな、ね、気になるところなんだけど結構海外の方とかね、うん、いたね。修学旅行生っぽい感じの、うんうん、ね、ちょっとそっかどっか分かんないけど、ね、たくさんの人がいて、うん、すごかったよね、うん、今回さ、私忍ばずの池とか実はさ、うん、西郷さんも初めて見たんだけど、うん、すごい意外だった、それが。あ、本当、うん、ないつもさ、なんか博物館の方はよく行くんだけど、東博とか反対方向だもんね。そうそうそう、で実は行ったことなくってすごい意外だったんだけど、うんうん、西郷さんの周り全然人がいないことに意外だったんだけど、なんかちょっと見つけづらい感じなのかな、ね、それかあの下から見て、うんうん、あ、西郷さん見えるわ、え、見えるかみたいな、あの何、忍ばず口の方から、そっか、そっちから見たら あ、いるな、あそこにいるのね、で満足みたいななっちゃう人がもしかしたら、意外だったよ。だって来年の大河の主人公だからさ、うん、結構やっぱり上野といえば西郷さんみたいなあるじゃん。来年行ったらここすごいわらわらになってるかもしれない。ちょっと比較したいででまあそんな西郷さん見つつですね、はい、ゆこりんはマイナスイオンで癒されつつ、そう暑かったから暑かったからね、水が ね気持ちよくってこんなとこを見つつ、はい、やってきました、忍ばずの池にある弁天島。はい、これ初めて行ったから、そう、それも意外だった。そう、島を想像して行ったらさ、うん、全然道でつながってるから意外とね、なんか正面から見るとすごく道がそのまま続いてる感じに見えるけど、そうだね、あ、そうか、旗から見たら、うんうん、あ、島だな、島っぽく見えるんだけどね、旗から見ればよかったのかでもどこにあるのかなって歩いてると、このさ、ポツンと感がさちょっとたまんないんだけど、いや、結構好きなんだろう、ちょっと離れてみても、うん、メガネかなっていうのが、そうだね、パッと見でわかるよね、特徴的なこうね、メガネの絵、うんうん、っていうかな、なんだろう、 なんていうの、彫刻、彫刻がね、うん、ついてるからね、ね、でよじゃじゃんこれね、ちょ、聞いてるリスナーさん、ものすごいレアなんです、これこれね、ね、ゆこりん、ね、私たちの本気メガネなんですよね家でかけてるメガネですね。そうそうそう、ガチメガネっていうか、うん、普段絶対外にね、ちゃんとしたところに出ていくときにはかけないメガネというか、うん、だからこれ2人とも牛乳瓶の底みたいな、そうそうそう、人に見せられないメガネなのな、ね、本当は。でも今回メガネの日に行くぞってなって、うん、じゃあメガネかけようもう多分最初で最後だと思う、このメガネで写真撮るの。いやでもメガネの日に合わせてメガネで記念撮影する人もそんなにいないかもしれないから、いないかな、いるかな、もともとメガネかけてる人はできるじゃん、うんうん、あ、そうね、そうね、そうね確かに確かにね、私たちのでもこれレアだから皆さん目に焼き付けてね欲しいんですけど結構さ、誰も見向きもしないでその弁天堂の方に歩いて行ってたじゃない、うんうん、だから結構穴場スポットなのかなって思ったんだけどね。あ、メガネだで終わっちゃう人が、あ、そうだね、あ、そっか、じゃあ聞いてる方もなんでメガネと戦国って思ってる方多いかな、あ、実はね、あの以前スキラジでメキっていうタイトルでメガネをね、うん、テーマに、そう、うん、
あ、その戦国時代はメキって呼ばれてて、うんうん、でテーマにしたことがあるんだけどね、はい、あの戦国時代との関わり、私がねその回で面白かったなって思ったのがね、うん、あのフランシスコ・ザビエルさんがさっき出てきたんだけど、小渕義隆さんにね送ったのが、うん、その日本の最初のメガネって言われてるんだって。はい、で本当は天皇にあげるはずだったんだけど応仁の乱でゴタゴタしてたからあげられなくて大内さんにあげたと。はい、でさもう一個ね、あの南蛮人でねフランシスコ・カブラルさんっていう人が日本に来たんだけど、うん、その人メガネつけてたんだって。でね、なんかその当時の人が見てあいつ目光ってるよってなったっていう話とね、あメガネとかわからないもんね。あそうそう、で、うん、信長に会いにあの岐阜に来たらしいんだよ。でその時にやっぱりカブラルさんさこうメガネかけてるから南蛮人は四つ目だっていう噂に、ね、なったっていう話とかね、そうそう、メキのテーマにした時はこういうね戦国時代にまつわるメガネのエピソードをね面白いね紹介してた、うんうん、そう面白いよね、うん、であと森照元のメガネが現存してたりとか、うんうん、実物見たことあるんだけどそれはねレンズ入ってたまだ、うんうん、であと徳川家康、うんうんうん、久能山東照宮にメガネが2つ現存してますよっていうんで、うんうん、このほら石碑のメガネちゃんも、うんうん、徳川家康のメガネを模したやつ、うん、私が見たね徳川家康のメガネこっちじゃなかったんだけど、うん、もう一個の方でこっちはねなんか多分フレームがね割れてるんだよね確か。あ取り扱い要注意だね。要注意だからね外になかなか出ないんだと思う。東京とかに来ないの久能山に行ったら見られるのかな。見たい人はおいで、あのおいでと呼ばれてるそう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 。あとどちかさんがさ当時このメガネの形がさブラジャーみたいとかって言ってさブラジャーの日だったらちょっとでもブラジャーこそさ紐いるだろうって私は思ったんだけど確かに大変だ。でもヌーブラがある。あでもすごいピンポイントなそうだ ね, ねそんな話をね、うんうん、してたんだけど、はい、じゃあまあメガネと戦国時代は分かります、うん、でもこのメガネの日が、うん、なんでここにあるんだって上野恩賜公園の中にあるんだって話 な,、ねうんうん、なんだけどこれ理由私あすごい面白いって思ったんですけどこの地にね寛永寺を作ったのが天海さんだって話で、はい、結構家康のブレーンみたいなイメージありますけど、うんうん、天海さんの死後送り名死んだ後につけられる名前が、うん、次元大師っていう名前で、はい、漢字にね目がうん、慈しむに眼科の眼にそうそう入ってるよっていうのでねメガネ組合の人たちがここだっていうのでこのね、うん、なすごいそのセンスすごいなって素晴らしいなって発見だよね。発見だよね。で改めてさ天海さん生まれ年何年だったっけと思ったら天文5年生まれでこれ、まあ、1536年なんだけど、うん、信長の2歳年下で秀吉の一つ年上で、うん、家康の7歳年上なんだよね、うん、だからさ結構がっつり戦国男だなと思って。そうだね。な江戸時代の人っていうイメージも ね結構大きいけど若干ね、うんうん、まあなんか年取ってからのイメージが強かったんだけど、うんうん、あがっつりその時代を生きてた人なんだっていうのでね。そうだね。ということでちょっと天海さんゆかりのものもねこの恩賜公園の中にたくさんあるので、はい、ちょっと見ようぜってみんな通り過ぎてるかもしれないよ。そうでこれだってこの周りにさ忍ばずの池あるじゃん、うんうん、これもさ、まあ、そもそも寛永寺が江戸時代のほら江戸城に対して鬼門だから、うん、その東の比叡山ってことで、うん、東映山っていうので、まあ、作られたっていうのでさ、うん、これなんだっけ滋賀県の比叡山に対して、下にある、琵琶湖だ琵琶湖琵琶湖を模した池だっていうのでね、うん、で琵琶湖に、弁天島があるんだよね、うん、でここにも忍ばずの池にもそれを作ったと天海さんが、うんでねまあ、まだちょっと私たちいた時ハスの時期じゃなかったんだけどこれ咲いたらすごいだろうねって。すごかもう葉っぱとか、ね、結構びっしり緑のものが咲いたら綺麗だなっていうのはすごくわかる、ねねうんうん、何月8月頃なのかなあれ7月8月7月くらいかな。でまあそれを後にしましてですねこれですよ
出ました。天海さんの毛髪灯があるぞっていうので行ってみたんだけど、うん、これさ、これ今の看板めっちゃ読んでますけど、はい、話題になったのがあれですよね、どこのけらだって毛髪だからね、毛髪だから頭髪じゃないから、ね、そうあんまり頭髪のある天海さんもちょっと想像がつかないし ね、なんかあのなんだろう、ズッキンじゃないけどなんか被ってらっしゃるけど、うんうん、下に毛ってないよね、髪の毛あるっていうか、あの結構出家したのもさ、うん、10代とかなんだよね、その時切った毛を置いてる。この時多分だってだいぶもうだって108歳で亡くなったらしいからあるのかそんなのっていうのでね、ちょっとどこの毛だろうって、うんうん、話題になってましたけどね。そしてこれですよ、これですよ、はい、清水観音堂でございます。これ天海さんが自腹でちょっとあの民衆たちの憩いの場を作ってくれたって。天海さんのポケットマネーはすごいね。すごいね、お金儲けしてたんだね。やっぱ顧問だからじゃない。でもこうやって民衆のために使ってくれるっていうのが、ね、なんかちょっと見直したもん、なんかすごいいい人だなと思って。天海さん、そうそうそう、あでもこれ今重要文化財らしいから、この建物ね、ね、で清水、あ京都のね、これは清水寺を模して、うんうん、模して、うん、清水の舞台になっていると、ね、ここがちゃんと、ね、なってるよ ね。でも意外に知らない人も多いのかな、その清水寺を模したよっていうのは。あかもしれないね、うん、でほら、江戸時代だけどさ、名勝百景みたいなやつに書かれてて、うんうん、あそこと同じ場所だってちょっと私感動しちゃったもんね。そしてですよ、これ全然知らずに行ったんだけどさ、これひっそり端っこの方に看板があった、ありましたね、あの願い玉っていう、投げると願いが叶うっていうやつがね、うん、ありまして、こうちょっとね舞台の下の方に多分月なのかな、なんだろうね、なんか丸いギラギラしたものがさ、ギラギラ見えてたんだよね、なんか透明の石みたいなのが敷き詰まってて、ね、でてっきりさ、うん、その白い石を投げるのかなって思ってやってみようって言ってさ、うんうん、あのね、あのそうお寺の方のところにチャレンジ5個投げられて、ここその中に入ると願いが叶うっていうやつで、やってみようと思ってね、行ったらね、行ったら意外や意外、あの布でできたこうちっちゃいお手玉みたいな、ね、そうだね、いただきまして、はい、5個選んでそれぞれやってみたんですが、うん、いやー、ゆこりんお見事、お見事でした。いやー、みーぽんもお見事だったよね。みーぽんのが先にお見事だったよね。そうそう、5球投げられて、うん、ゆこりんは最後の1球だったっけ、あれとんでもないプレッシャーだよ。はぁって何、結構さ、うまいルートで行ってもさ、こう跳ねるんだよね、石で。そうはぁってみたいな、直で入れようとすると跳ねて外に出ちゃうし、弾き出されちゃう。でもワンバウンド狙うのってすごい難しいよね。あーそうね、あでもミーポンはそれで行ったもんね。そうそう、ゆこりんは綺麗にこうジャストのところにポスって行ったんだけど、私は外側について中に入ったっていう、そんなのありげなのかなって思いつつ、まあまあでも、まあ、障害はあるけど願い事は叶うってことでいいのかな、うん、そうだね、私もちょっと時間はかかるけど願い事はきっと叶うんだと思う、ね、そうそう、ちゃんとね投げる前にお寺でね、あの、うん、なんだ、願い事してから投げたもんね。そのお願いしないと何叶えたらいいか分かんないからね、うん、ねっていうの、ね、言われたんですね。そうまあね、他にもですね、実はあの天海さんゆかりのとこたくさんあったんだけど、うん、まあなんですかね、まあ、天海さんも面白かったんだけど、うん、まあ、元を正せば今回はメガネの日ですよ、うん、ゆかりどうでした、メガネの日面白かったですか。なんかね、なんでメガネなんだろう、メガネなのはわかるけどっていうところで止まっちゃうことが多いけど、うんうん、でもよくよく調べてみたら、その、ね、上のなんか特に広いから、その中にゆかりのものが あれもこれもっていろいろ見つかるじゃない、ね、そうするとなんか1日ルートを作ってなんかメガネ巡りみたいな、ね、上のメガネ巡りとかもできるし、いいね、そうそう、だからね、でも結構私の中ではこのメガネの日穴場だと思うから、皆さんもよかったら上の恩師公園に行かれたら、うん、メガネの日ぜひ見ていただきたいなと
思った今回でございました、はい、ということでですね、今回の東京戦国百景は台東区上野恩賜公園にあるメガネの日でした。次回もお楽しみに。戦国ネットスキラジ第51回、そろそろエンディングの時間となりました。いや、2回続けての温泉話、今回もなんかちょっとのぼせたいや、エピソードがすごい濃かったですね、うん、まあエピソードの方が今回重視だったからね、うんうん、でも知名度で言うとやっぱ前回の方が有名人揃いだったよね。まあ多分ね、記録に残ってないだけでね、いろんな人が言ってるはずなんだよ、うん、あ、そうですね、もっとみんな日記書いててくれたらよかったんですね、ね、そうだよね面白いエピソードがもっとあったかもしれないですね。そうだよね、まあ、探せばこれからもね、どんどん出てくるかもしれないから、ね、うんうん、なんか新たな発見とか面白いエピソードがあったらまた、その都度、紹介したいと思います。どちかこういちプレゼンツ戦国ネットスキラジはお聞きのスキラジウェブ内にて配信いたします。スキラジでは皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、取り上げてほしいテーマやご質問、お悩みなど何でも OK です。ご覧の宛先までどしどしお送りください。お送りいただいたものはスキラジ制作で使わせていただきます。スキラジのレベル向上と番組維持へのご協力よろしくお願いします。あとですね、スキラジ公式ツイッターではですね、かわいいマスコットキャラのスキラジローがいろいろつぶやいておりますので、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。皆さんからの熱いスキモの魂をお待ちしております。エンディングはですね、例のごとくミーポンの東京戦国百景、今回は上野恩賜公園メガネの日ですよね、はい、はい、その、おまけ写真を見ながらお別れしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。戦国ネットスキラジ、お相手はレボ東近光一とレガミーポンでした。皆の者、こたびはこれにて陣払い、さらばじゃー。